スライス、正しい打ち方。はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。今回ですね、はい、スライスについて、お話し差し上げたいと思います。まあ、ボレー苦手な方もですね、このスライスの打ち方ね、注意点を意識していただくとですね、はい、みるみる上達していきます。まあ、私自身が実際レッスンの中でワンポイントアドバイス差し上げてる、はい、ノウハウをお伝えしたいと思いますので、まあ、ちょっとでもね、ちょっと見てやろうかなって方、ぜひ最後までご視聴ください。またコメント欄にご意見ご感想、こういうボタン、チャンネル登録お待ちしております。では行ってみましょう。まあ、スライスって一番大切なのって何か分かりますか？まず絶対これ意識した延長でやるっていうのと、もう一個はこれは絶対にやっちゃダメ、これをそれぞれ一つ、はい、お話まずね、したいんですけど、さあ5秒です。5秒以内にちょっと考えてみてください。1、2、3、4、5、チーン。はい、まず意識していただきたいのは、スライスってなんか切るってイメージ強くないですか？ボレーもそうなんですけど、なんかこうちょん切ってる人って結構多く見ますよね。まあ、もちろんそれでポイント取れるし、趣味の分で別に上達しなくても楽しくできればいいやってことはいいんですけど、やっぱ僕の周りはスライスっていうか、ボレーもスライスもちゃんとした技術を感じたい、やりたい、繰り返してトレーニングしたいっていう人ね、まず大事なのが、はい、握ることなんですね。これ別の動画でもお話してますね。もしよろしければそちらも参考していただければと思うんですけど、まあ、こうなるじゃないですか。でどうしてもスライスってこれやっちゃダメなんですよね。やるべき動きですよ。スライスってなんかね、手首を使うイメージが強いんですが、まず握るんですね。わかります？これはグリップこう持つじゃないですか。握った時に、例えばまあスライスね、こうやって握った時にこう握る延長なんですよ。でそうしてくると、もうやっちゃダメな答え分かると思うんですけど、切ることなんですよ。手首をこうこうこう、これ絶対ダメです。この延長でもっと簡単に説明すると、握る動作と手首をこうやって切る動作ね、この2つあると思うんですよ。で切ること自体はダメだとは言わないんですが、握る動作が優先されて最後ちょっとだけ結果切ってしまうっていうのは OK なんですよ。でどういう方かというと、こう握った時にここからこれを先にしちゃう、そうすると握るの優先できないですよね。でもこの延長で出てくると絶対にラケットヘッドが前に出ないんですよ。これ言ってみて分かりますか？これできてくると確実にボレー上手くなります。まずこの動作ね、この動作の延長でギュッて握ってると、ゆっくり握ると最後にこうスッてこう、分かります？ちょっとこう切る動作が入るじゃないですか。この動作がめちゃくちゃ大事なんですよ。でも実際ラケット持って打とうとするとここが先行者、特にバックボレーって日常生活でこんな動きしないじゃないですか。まあ、こっちはね、物をしたりするから割と分かりやすいんですよ。だからこう入っちゃう、こうやって、ここ絶対やらないです。バックボレーっていうのは、バックボレーとバックハンドスライスね、打っていく時っていうのはここだけなんですよ。この状態でチョップするような感じです。分かります？こうじゃないですよ。で例えばここに物があるとして、こうするよりもこうした方がボール強く押せませんか？だからボレーをして、なんかいつも強いボール、バックボレー、バックハンドスライス、強い球いかないなって方は間違いなくここが、はい、先にここが優先されてます。なのでもう簡単です。握る動作、この延長で打つときにこうやってグッてグッてグッて、そうするとグッてグッてグッて打てるんですよ。
体の前にどうしてもスライスね、前ヘッドが出ることないので、それから体の横でフィニッシュ。例えばこうボール来ました、横でここでフィニッシュします。バックもそうですね、ボレーもストロークも一緒、ここからここでフィニッシュするようになりますので、このスライスショット、ボレー打っていく時っていうのはこれ一番大事になります。でもう一個のポイントは、これ先日もちょっとレッスンでお客様とね、お話してたんですけど、でボレーを引いてしまう方とかね、スライスの時にテイクバックが大きくなりすぎちゃって、大きいのに対してこうちんちくりなボールになってしまう方って、手でなんとかしようとする、この肘からこうやってなんとかしようとする、ね、もしくは腕だけで振ろうとする。でこれも大事なんですけども、まず手を前に向けてください、ね、でこれを横にするとこういう状態です。この状態で体をターンします。この状態で体をターンします。そうするとこれがテイクバックです。わかります？ごめんなさい、ちょっと花粉症なんで、この状態からセットをすると、例えばまあこうやってセットをすると、ここからグッて押せますよね。多くの人はこの状態から腕だけいいじゃん。だからこの状態からこうしちゃう、こうしちゃうじゃなくて、手を前にした状態からグッて肩入れてあげるイメージです。手を前にした状態からこのままこのままこのままこうやって入れてあげる。そうしたらこれが打ちやすくなります。バックハンドのボレーとかスライスも基本的にはこの状態から、だからここはもう関節何もしないです。この状態からしっかりターンしてあげると、あとはもうここでポンってポンって、この2点すごくすごく掘り下げて、考えていくとボレーの当たりって熱くなります。はい、わかります？言ってることが、さ、基本的には握る動作でプラス、まあ、切る動作入っていいんですけど、多くのスライス、あとはボレーが苦手な方、切る動作を優先してほとんど握ってない。切った後にギュッて握っちゃう、じゃなくて握った後にこう切る。バックに関してはもうここですよね、もうこここういう動きじゃなくて、もうこのままこれいいかもしれないです。手をやってこうやってこの状態で打つ。でそしたらグッて握るから強いボール打てる。であとはテイクバックするときはしっかりこう持ってきて状態をターンさせる、ね、ここだけ引かずにこの状態をターン。これね結構大事だし、これが優先されるべきなんですけど、なんかいろんなことがぐちゃぐちゃになっちゃって、中にはねちゃんとボールのこう下に入ってとかいう方いるんですけど、これ下に入っちゃうと切っちゃいますからね。わざとね回転台かける分に切る分にないですけど、自然に打ってるのに切れちゃったらもうこれ元も子もいかなくて、テニス上達ちょっと遅れてしまいます。この点ちょっと気をつけてください。であとはそのこれちょっとボレーのお話というか、まあでも普通のスライスでもそうか、構えた時に皆さんね肘の位置ってどこにありますか？わかります？こうやって構えた時に肘の位置、多くの方はもうローボレーとか苦手な方みんなこう下がってるんですよ。まあ別にこれ悪いとは言わないんですけど、下がっちゃうとどうなるかというと、ボール取ってもらった時にここだけなんとかしようですよ。わかります？こうやってだから結果手になっちゃう。でも胸より高い位置に肘をこう気持ちね構えてあげると、打とうと思った時にまずこうはならないですね。胸より低い位置に、ちょっとやってみてください。こうするとどんどんなんかここら辺が効いちゃうから、結局ここで打っちゃう。だからここに胸より高い位置に持ってくる。でそのままこうセットすると逆にこう打ちやすくなります。でじゃあそれローボレーとかの時どうなんのって言われるじゃないですか。そしたらこのまま自分が低くなればいいですよ。イメージ的にはあんまり下げすぎちゃうとやっぱり手先になっちゃいますんで、このポイントもさっきの2つができるようになったら押さえていただければと思います。はい、
なんかね、打ってる動画よりもね、まあ、そういったちょっと細かい説明をっていうので、まあ、もちろんレッスンご一緒してる方もね、基本的にただ打たないと上達しないので、結構スクールさんって分かれるんですよ。もうコーチがやたら話して終わってしまうのがメインなところと、実際に打たせる、それが球出しなのか、はい、対人なのかっていうのね。マンツーマンだった場合は球出し多めでいいと思うんですけど、グループレッスンだった場合はもう打ってる最中にもどんどん話していった方がやっぱり頭に入りますし、結局考えるよりも体で覚えちゃって、あ、この形この人できてるなってなってきた方がいいと思うんですが、まあ、今回ね、まあ、そういったこのプライ遠いところとかの方も見ていただいてますし、はい、遠方の方見ていただいてますし、まあ結構ねテニス一生懸命練習されてる方、直接ねご一緒できない方多いので、まあちょっとワンポイントでといった形だったんで、まあ3ポイントいっちゃいましたね。はい、よろしければご参考ください。ボレースライスは共通してますので、ここだけしっかりできれば確実に上達しますので、トライしてみてください。これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。